プロ野球では FA 制度やポスティングによるメジャー挑戦がすっかり定着し、選手の移籍も活発に行われています。一方、ファンはこれまでの活躍に感謝し、移籍する選手を温かく送り出すことがほとんどです。しかし、移籍に至る経緯によっては選手が裏切り者の汚名を着せられてしまうこともあります。今回は数々の移籍の中でも特にひどい裏切りと呼ばれた移籍劇について紹介します。近年の FA で最大の物議を醸したのは、西武からソフトバンクへ移籍した山川穂高のケースといって間違いないでしょう。2023年、山川の知人女性が被害届を出したことに端を発した一連の騒動により、山川は球団から無期限出場停止処分を受けました。特例により国内 FA 権は取得したものの、西武ファンの間では1年間はチームに残り、みそぎを済ませてから出ていくのだろうとの見方もありました。ところが山川は規定路線通りソフトバンクへ移籍。この間、西武ファンに対して直接発信しなかったため、ファンの間ではないがしろにされたという思いが一気に強まったのです。また山川の移籍に伴う人的保障では、西武が当初指名した選手では話がまとまりませんでした。こうしたごたごたも結果的に山川への敵意を増幅させる形となりました。そして2024年シーズン開幕後の4月12日、ベルーナドームで行われた西武対ソフトバンク戦では、見たこともないような光景が繰り広げられたのです。ソフトバンクの主砲として打席に入った山川に対し、西武ファンは割れんばかりの超特大ブーイングを浴びせ、球場のあちこちで怒声が飛び交いました。今井達也が山川から三振を奪った場面では、球場は地響きのような歓声に包まれ、いいぞいいぞ今井の大合唱が響き渡ったのです。しかし、その翌日には山川がなんと2打席連続の満塁ホームラン、禁断のドスコイポーズまで決められ、西武ファンからは悲鳴が上がっていました。試合後、山川がインタビューを受けている間もブーイングが止むことはありませんでした。山川と西武ファンの間に残った遺恨は今後どうなっていくのでしょうか。2014年のドラフト1位で早大から日本ハムに入団した有原航平。新人王や最多勝にも輝き、6年間で60勝50敗の成績を残した有原は、20年オフ、ポスティングを経てテキサスレンジャーズと2年契約を結びます。その後、日本ハムには1億3000万円の譲渡金が支払われました。有原は日本ハムファンに向けた旅立ちの式を寄せ、その中でファイターズ愛を語り尽くしました。球団も日本から応援していますとのコメントを出し、見るからに円満な移籍となったのです。ところが、海を渡った有原には試練が待ち構えていました。21年シーズン開幕から間もなく、右肩に動脈瘤が見つかったため手術。その後はマイナー暮らしが中心となり、メジャーでは2年間でわずか3勝しか挙げられません。アメリカでのプレーを断念した有原は帰国を決断しますが、複数球団による争奪戦に発展します。最終的にソフトバンクが3年15億円で有原を獲得しました。ポスティングで渡米した選手が帰国して違うチームに入団したケースは過去にもあり、有原の移籍もルール上は問題ありません。ただ、あれだけファイターズ愛を語り、メジャーで戦い抜く覚悟を見せていた有原が、たった2年で古巣以外の球団に戻ったことに対し、裏切られたと感じるファンも少なくありませんでした。しかも、メジャーで残した成績とは全く釣り合わない大型契約には驚かされました。国内 FA 権を取得していない選手がポスティングによる短いメジャー生活を挟み別のチームに移籍することを有原式 FA と呼ばれるようになったのです。ところが、有原は23年に10勝を挙げ、24年は両リーグ最速で10勝に到達しました。メジャーでの成績や怪我のことを考えれば、有原がここまで活躍すると予想した人は少ないでしょう。大金を積んで補強したソフトバンクのスカウティング能力は高いと言わざるを得ません。現在広島の監督を務める新井貴浩は広島市出身で、広島工業卒、駒沢大を経て1998年のドラフト6位で広島に入団、故郷に錦を飾りました。大学の先輩でもある大下剛ヘッドコーチによる厳しい指導に耐え抜いた新井は主力選手に成長。
FA 権取得もだんだん近づきますが、新井は広島に残留したいとの発言を繰り返していました。ところが2007年オフ、新井は FA 宣言に踏み切ります。会見では席に着いた瞬間から目を潤ませ、辛いです、カープが好きだからと声を詰まらせたのです。当時の広島では年俸が高くなった選手を抱えきれず FA で流出させてしまったケースもあったため、ファンの間では新井が出ていくのも仕方ないと諦める雰囲気が漂っていました。しかし新井はその後、阪神関係者と満面の笑顔で会食しているところを目撃されたことから、一転して裏切り者となってしまいます。本当に辛かったら出ていくはずがない、阪神と話がついていたのに涙まで見せてなど、厳しい意見が新井に対して向けられるようになったのです。こうした経緯もあって、広島には二度と戻ることはできないと思っていた新井ですが、7年後の2014年に阪神を退団することが決まると、広島から復帰のオファーを受けます。年俸は阪神時代の10分の1になったものの、ありがたい話をいただいたと新井はすぐに受け入れ、再びカープの一員となりました。2年後の2016年、広島は25年ぶりのリーグ優勝を果たし、主役となった新井はリーグ MVP にも輝きました。そして昨シーズン、新井が再び赤いユニフォームに袖を通し、今年もまたチームを率いているとは、何が起こるかわからないものです。村田修一は松坂世代最強のバッターに数えられ、2002年ドラフトでは自由獲得枠で横浜に入団します。日大時代には監督から、プロなのだからお金にこだわることも悪いことではないと巨人入りを勧められました。すると村田は、自分はお金で動くようなやわな男ではないですときっぱり、続けて、だいたい自分は巨人が嫌いですと言い放ったエピソードもあります。さらには、自分のことを理解してくれたのが横浜ですと語り、男村田は横浜ファンのハートをしっかりとつかみました。プレーでもチームを引っ張った村田は、2007年からは2年連続でホームラン王に輝き、9年間で合計251本のホームランを放ちました。そんな村田でしたが、11年オフに FA 宣言、しかも移籍先は嫌いだと公言していたはずの巨人だったので、ファンは驚きを隠せません。村田の言い分は、勝ちたいという自分の気持ちに嘘はつけないというものでした。横浜ファンにとっては、それを言われると返す言葉がありません。ただし、横浜に対して強くなってもらいたいし、巨人と上位を争えるようなチームになってほしいと、かなり上からの発言をしたことから、横浜ファンの怒りを買っています。東北学院大出身の岸孝之は、2006年の希望入団枠で西武に入団しました。1年目から4年連続で2桁勝利を挙げるなど活躍を続けた岸は、13年オフには3年総額で最高12億円となる大型契約を結びました。この時岸からは、最初に入った球団だし居心地もすごくいい、できればずっといたいと生涯ライオンズ宣言も飛び出しました。エースの流出が止まり、西武ファンにとっては胸をなで下ろす結果となりましたが、岸は結局この契約が終わった16年オフに楽天への移籍を決めました。岸にとっては地元で投げてみたいという気持ちが決め手となったのですが、西武ファンからすれば、ずっといたいと言ったのは嘘だったの？と感じるのが自然ではないでしょうか。加えて岸の移籍に関しては別の問題もありました。というのも、先ほどの村田は自由獲得枠、岸は希望入団枠でプロ入りしています。逆指名、自由獲得枠、希望入団枠の選手は入団時に球団選択の権利を使っているので、FA 権によって再び希望球団に移籍するのはあまり好ましくないという指摘もあります。上原浩二、福留孝介、川上健進、黒田博樹といったそうそうたる選手も逆指名や自由獲得枠で入団後に FA 移籍しています。ただし、彼らの移籍先はいずれもメジャー球団なので批判を浴びることはありません。球団を2度も選べて羨ましい、こうした嫌味が聞こえたとしても仕方がないと言えるでしょう。1992年オフ、阪神とオリックスの間で大型トレードが成立しました。阪神からは87年ドラフト1位の野田浩二、
オリックスからはすでに1500本以上のヒットを放っている松永博美。当時の阪神打線はオマリー、パチョレックが主軸を担っており、これに続く日本人の強打者を求めていました。そこで俊足強打の松永に白羽の矢が立ったわけですが、同じ関西地区のスター選手が入団するとあって、松永への期待は相当高まっていました。これに応えた松永は中日との開幕戦でいきなり5打数5安打の大暴れ。しかし開幕3戦目で負傷すると、その後は長期離脱を繰り返し、結局80試合の出場にとどまり、規定打席にも到達しませんでした。そしてこの年のオフ、プロ野球に FA 制度が導入されます。松永は史上初の FA 移籍選手となり、わずか1シーズンで阪神を離れてダイエーに入団しました。松永は FA 宣言後に阪神と残留交渉に臨んだものの、阪神側からダウン提示を受けた上に、縁がなかったんだよといった言葉も投げかけられたそうです。ちなみに阪神が大きな上積みは見込めないとして交換要員とした野田は17勝5敗でパリーグ最多勝に輝きます。阪神にとっては泣きっ面に蜂ですが、松永の裏切りというよりはチーム編成のミスが露呈したとも言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。やはり資金力を背景にした大型補強を行えば、それに対する批判はつきものです。それでもソフトバンクの圧倒的な強さを目の当たりにすると、グーの音も出ないというのが現実ですね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。